絶対教員辞めてやるんだっていう人以外見ないでください。もう先生辞められない人の 99.9% がこれやってない。はい、この動画をですね、クリックしてくれた人はですね、本気で教員辞めたいなって思ってる人だと思うんですよ。おお。ただ、今まで対談の動画がいくつかあったじゃないですか。うん。その中で、ちょっと僕気になったことがあって、うん、目標は現状から決めるんじゃないよっていう言葉が何回も出てきたんですよ。はい。俺がいつ過去の延長線上に目標設定しろって言ったって。もうだから全然学んでないです。まあ僕も例えば月にいくら稼いでるから1年後にはこれぐらい稼いでいきたいなみたいな決め方は結構するんですけど、じゃあこうじゃなかったら逆にどういう目標の設定の仕方なんだろうとか思うんですよ。おお。なのでちょっと言ってる意味がなんかあんま分かんなくて何言ってるかよく分かんない。よく分かんなかったんで、あ、そうなんだ。これはちょっと解説が必要だろうと。あ、なるほどね。はい、いうことでちょっと今日は企画を持ってきました。教員を辞めたいっていう人、目標の立て方ですよね。うんうん。学校の先生を辞めたいっていう人がじゃどうしたらいいのかっていうこともそうだけど、うん、どうしていきたいかっていうことを目標を立ててない限りは進んでいけないよねっていうことだもんね。そうですね。俺ママためコーチング塾でこれ最初にすごく時間取ってやってる内容なんだよね。はい。お金もらわないと成立しないんだけど、これでもこれさ、辞めたい人って言ってるけど、これそう言いながらさちょっとどうしようかなと思ってる人もいると思うんだけど、そもそもの大原則なんだね、この目標設定の立て方って。だ、目標設定がみんな間違ってるから目標達成できないんだよっていうこと、目標達成できないから自信がないとか、それはね、正しい目標設定を知らなかっただけなんだよね。皆さんが習った目標設定っていうのはまさに過去これまでこういう実績だったから未来はこうなるよねみたいな設定の仕方になるじゃんか。でもそうなっちゃうとこれ絶対独立できないのよ。だって過去先生やってた経験しかないんだから。確かに確かに。目標なんか出てくるわけないじゃん。確かに確かに。うん、だからみんな辞められない、学校先生の 99.9% が辞められない理由はこれなのよ。だから目標ってどうやって立ったらいいか分かってないのよ。だから辞めれないんですよ。でも今日のこの動画さえ見れば、正しい目標設定ができるから辞めた後の目標だって立てれるの。続けていった先の目標も立てれるけど、それは過去に由来しないの、この目標設定っていうのは。だからまあここで正しい目標設定について解説していくでいいですか。はい、ぜひお願いします。はい、 OK です。目標設定、まさにママための中でも学んでることだと思うんですけれども、まあ、目標設定以外でもいろんな YouTube では出てないような情報とかも LINE にあると思うので、いつものごとくですね、 LINE の友達登録してくださいって言っておいてくださいなんか知らないかもしれないけど、千葉吉兆のね、あのおかみさんみたいに全部言うこと言うやん俺にあれ言ってくださいって言えば分かるからね、ということで LINE で友達になっておいてください、ね、お願いします。じゃあ簡単に、まあ、目標についての解説するからね、でもね、この一本見るだけで目標設定って、あ、そうやって設定するんだってことは分かるから、でも、ね、今までの設定と違うのよ。それはなんとかで文句言いたい人はここで切りなよ、もったいないから時間ね、でも正しい目標設定というものをドラゴン先生から聞いてみたいなって思う人だけ聞いてくださいね。はい、それでは行きましょう。まずね、これは今あの現状ってやつですね、これまで皆さんが習っていた目標の設定の仕方っていうのはこうなの。この今からもうちょっといい未来を見ていくために目標を立てましょうねっていうところだから、じゃあタンクさんだったら、もうちょっとでこう1年目がねこれ終わるじゃないですか、1年目の、まあ、売り上げっていうともう大体計算したの400ぐらいでした。400ぐらいだと、じゃあ1年目が400だったから、じゃあ2年目は倍いくか800みたいな目標にするとか、まさにまさに、じゃあ600万ぐらいするかっていう、これが目標設定として、ポンコツ、ポンコツ中のポンコツのポンコツ目標設定ですよ。何回言うんすかそうじゃダメなんですよ。というところで2年目400だったからっていうのを捨てろってことなの。でも一般的にはみんなそうやって目標立ててません？だから間違ってるよって、それが違うんですね。正しい目標設定はそんなんじゃないね。そういう目標設定しか教えてないのが学校だから俺学校行けてないと思う、じゃあ正しい目標設定いきますよ、はい、まず理想的な自分の姿を描いてくださいねっていう話なんですよ、はい、例えばさ、タンクさんの理想の生き方ってどんな生き方ですか？南の島でなんかハンモックに揺られてる感じですかね、これを例えば一般の人に言ったら何て言われる？
頭おかしいんかなって、うん、現実見えてないなって。そうね、プロコーチはどうやって答えるかっていうと、うんうん、いいですねって言う。だって南の島でハンモックに揺られてたいね、うんうん、一年中そうしてたい。一年中じゃなくてもいいですね。あ、うんうんうん、それ以外の時間何したいですか。僕実際今の仕事すごい楽しんでやってるんで、はい、YouTube に関するディレクションだったりとかコンサルだったりとかは好きでやっていきたいなとは思ってます。そういう動画に関わるような仕事はやっていきたいな、うん、どれぐらいの頻度で南の島行きたい。月の3分の1ぐらいは南の島に行きたい。月の3分の1南の島にいて、はい、3分の2はどこにいるの。日本でそれこそ YouTube に関わる仕事のことだったりとか、家族とかと一緒に過ごす時間になってればいい、もう最高だなと思いますね。っていう話って目標設定の時にしないんですよ、みんな。理想の状態描かないことには目標なんて立てられないんです。なぜなら自分が向かっていきたいゴールが設定されてないじゃんか。うんうんうん、過去そうだったかもしれないけど変わることあるじゃん、気が変わって、うんうんうん、俺だって学校の先生やってたよ。その時はまあ校長先生になるのが目標かななんて思ったけど、うんうんうん、あの鴨頭さんの話し方の学校に入ったら、うんうん、いや校長先生の働き方ワクワクしないわって、俺経営者やりたい会社やりたいって思っちゃったのよ。で過去からだったら先生しかやったことないからやめたって諦めるって目標じゃん、うん、これが正しい目標って本当に言えるのって話、うん、確かにっていうことなんですよ、うんうんうん、正しい目標っていうのは自分の理想の姿をまず描かないことには絶対に目標を立てることはできませんってこと、うんうんうん、これが大事なところで、はい、でこの理想の状態を描いて、ね、仮にこれも変わっていいの、うん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 、今は南の島行きたいって言ってるけど、もしかしたらソビエト、ロシアに行きたいって急に言い出すかもしれない。いいじゃんそれはそれで、その瞬間にやりたいと思うこと、それに対して目標を決めていくんだけど、これだけじゃ足らないの。南の島で行ってさ楽しくしてるのなんてさ自己満じゃないですか。誰がそんな人にお金払います。あなたに お金を払いますって言ってくれるその人がいるから稼げるんであって、うんうんうん、これを何かというとここね、ここが他者貢献って言います、はい、だってビジネスって必ず買う人がいるわけだ、うん、だから誰に貢献したいかっていう、これがなかったら絶対に稼げない、うん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 、だからタンクさんとじゃあ YouTube の動画とかやってたいなってコンサルとかやってたいなって言ってたじゃんか、はい、そう、どんな人の YouTube を伸ばすためのアドバイスをしたいんですか。動画を使ってですね、うんうん、ビジネスを加速させたい社長さんとかですかね。あ、社長さん、経営者の人たち、はい、ほんほんほん、今ちなみに、まあ、俺は社長だけど、うん、僕以外に社長さんのサポートって入ってますか。入ってますね。うんうんうん、ということで言うと、うん、今ってそのラインに乗ってるわけだ。はい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 、ここのラインに乗ってるわけだよね、うんうんうん、なんだけど今現状からこの目標数値を達成すると、うんうんうん、その人たちで現状維持しちゃうわけじゃんか。はいはいはい、言ってもあと2人3人ぐらいかなって見るわけなんだけど、うん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 、この社長さんってどれぐらいの規模感の社長さんなんです。規模感、例えば売上で 何千万なのか何億なのか何十億なのか何百億なのか。売上ははっきりは聞いたことないですけど、うん、そうですね、どこまで行っていいのかっていうところなんですけど、あ、いやいやいや、理想の状態よ今、理想を描いて、うんうん、タンクさんが南の島に行ってる時のクライアントってどういう人ですかって聞いてるの。今また現実に戻ってきてる現実の話が一つもしてない、はい、今理想どんな人に貢献したいですかって言ってるのにタンクさん、はい、今また今の現状に戻ってきたじゃん、はいはいはい、これだから目標が全然立てれてないっていう証拠なの、はいはい、俺は一言も今言ってない、はいはい、言ったのは理想の状態からどんな人に貢献したいですかって言ったのに今の人見たから下がっちゃうよ、これ目標する時の設定が。だからどんな社長さんなの、理想とするの。そうですね、やっぱり何十億ぐらいの、規模の方、うんうんうん、をイメージしますね。何十億で、はい、すごいじゃん、何十億。経営者の YouTube のコンサルしたいなっていうことじゃんか、うんうんうん、はい、じゃあこういう人に出会いに行ってますか。行ってないですね。行ってないのに目標達成とか言っちゃダメなの。つまり何十億の社長さんの案件取りたいなと思っても、うんうん、会いには行けることない。そうですね、だってイメージ持っててないじゃん、この人何十億の社長のイメージ、うん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 、だったらまず
そういう人に会いに行きましょうねってこと、うんうん、そうしないと目標もクソも減ったくるもないね。例えば南の島に行きたいなって言ってたら、うん、まず行きましょうねなんです。行かないとだって妄想が膨らまないじゃん、はい、本当にこういうとこ行ってよしじゃあ今だったらホテルはこのレベルかでも、うん、あっちのホテルめちゃくちゃ行けてるなあそこ絶対泊まるぞ泊まれるようになるぞと思うとこれが上がるわけ、うんうん、でも今タンクさんは現実、作業場は自宅？自宅です。だから家の今現状がもう低いんだよ。で会ってる人も、まあ、俺だって言ってみれば年収7000万だから、うんうん、全然違うじゃんこれ何十億って。だからこのラインで生きてるのよ、うん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 、これが僕が言う周波数が低いっていうことなの、はいはい、例えば何十億の社長さんに、うん、タンクさんどれぐらい売り上げ上げたいの？そうですね、具体的な規模感っていうか、うん、イメージなんですけど、うん、1億ぐらい欲しいなっていう。逆に1億でいいの？それ以上は別に何かやりたいなとか特には思わないですね。今の時点はそれぐらいなんだなでいいってこと？でいいです。1億でいいですってすごいけどねこれもでもこれもう全然違うでしょさっき言ってた全然違うですね。でここからよ。じゃあ1億はいつ1億になってたいっていう設定するの？いつ？35歳。今何歳だっけ？25歳。ああ、じゃあ10年後ですか。はい、じゃあいいじゃん、いいじゃん。これが目標設定なの。はい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 、はい、今10年後で、はい、うんうん、じゃあ10年後1億いってる自分だとするならば、うんうん、じゃあ5年後はどれぐらいいってたい？5年後は、うん、3000万ぐらいですかね。3000万ぐらい、はい、500万っていうのがあるわけですよ、うんうんうん。でよく考えてみて、あれと今から考えて1年後、うんうん、例えば400に対して600とか800とか言ってるけど、あれ1年後減っとるやないかいと大したことないじゃないかってなるので、ここで切り返すわけですよ、うんうん、じゃあ1年後500万で嬉しい？嬉しくないことはないですけど、はあはあはあ、まあ、別にめっちゃテンション上がる数字でもないでもない。なるほどなるほど。え、1億って10年後でいいの？もうちょっと手前に持っていきたいなっていう気持ちがありますね。ほう、いつだったらなりたい？1億に。そうですね、1億5年後だったらめっちゃテンション上がりますね。30歳で1億、はいはい、20代で1億、どっちがいい？20代はめっちゃテンション上がります。あ、じゃあ20代でしょ。じゃあ4年後や、はいはい、分かってきた？この目標の設定の仕方が。そうすると3000万に来るのが どこになるんだ？2年後ぐらいですかね。2年後ぐらい、はいはいはい、27歳で3000万、はい、どうですか27歳で3000万。うわー、多分現状から考えたら絶対出てこない数字ですねってことなんだよでもみんな現状から考えるから、はいはいはい、だでもワクワクするんでしょ？いや、めっちゃテンション上がります。これワクワクするんでしょ、はい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 、やればいいじゃん。そしたらワクワクするんだろう。確かに。そうで、じゃあ1年後はってなるわけ、うん、どうするって。1年後1000万ですね。じゃあ1000万いこうかと1年後、うんうんうん、そしたらここが半年で500万いくわけですよ。はい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 、はい、そしたらスタートダッシュ切るしかないの。そうですね。そのなんか こういうイメージもそうじゃなくて、うん、こういくの、うんうん、イメージは、うんうんうん、だからこの4月、じゃあ4月は500万、半年500万なんだから、うんうんうん、4月100万いこうってなるわけ。わかる、はい、そうじゃん。だって計算上、うんうんうん、6ヶ月で500万なんだから、うんうん、でスタートダッシュかましたから、うんうん、目標をなんと4月100万です。これ現状の外な感じがしますか？めちゃめちゃ外ですね、うん、ってことはこれでいいってことです、うん、もしくは100万だともう無理だってなっちゃうんだったらもうちょっと下げてもいいから、ギリギリ手に届くか届かないかの目標を設定するっていうのが、うんうん、これは正しい目標設定なんです。とするとどうですか？絶対無理だっていう感じはあんましないですね。ここから100万円稼ぐためには、はいはい、何をすべきか。100万の商品を作るか、うん、50万の商品を2つ売るか、うん、25万の案件4つ取るかとか、うんうんうん、になってくるわけじゃん、はい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 、っていう感覚なので、100万を売るための、うんうんうん、何か施策を考えればいいというだけであるし、まあ、俺の事業だとちょっと面白いのが、うんうん、今後 2B 案件をやっていくので、はい、2B 案件っていうのは B2B いわゆる企業さんの案件になってくると、うんうん、一発単価がでかいんだよね、うん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 、だそれを俺がボーンって引き受けて、うんうん、タンクさんにボーンって投げるっていう形すれば、うんうん、単価で100万いく案件も来る可能性があるわけ、はい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 、でも
資座が低く、なんか400万だ、今年、600万だとか抜かしてるレベル感の人だと、そういう話がもう入んないのよ。ここを目指してるエネルギーで生きてる人と、ね、まあまあ、今年400だったから600かなっていう、そのレベルの人とでは全く出会えない世界があるわけ。だ俺はここでずっと描いたのが2年1億を目指す見せたの俺。そしたら俺は1年で2000で2年で3500だったわけ。2年で3500だったからふざけんなと思って、全然1億に届かねえじゃんって。でこの3年目やってきて、絶対3年目行くわ1億って言って、結果7000だって、なんだよふざけんなよって思いながら、もう7000万どうですか。いや7000万ですか。いや普通にめっちゃ行ってんなって思います。それが俺は初年度2000万って言ったのも、もう初年度から3000って言って2000だったわけ。でそっから2年目1億って言って、3500だったわけ。何が悪かったかっていうと、やっぱりビジネス知らなかったんだよね。だから勉強に勉強を重ねて、で改めて3年目1億ってやったわけ。それはなぜかっていうと、ここから打ってるから、過去から描いてないのよ。こっち行きたいのかな。で俺はちなみに5年で10億行きたいのよ。それはできるかできないかじゃなくて、行きたいの。なんかもうなんか10億って。そしてその10億を描いたら何が起きたかっていうと、受験生版タイガーファンディングの虎になったのよ。描いてるからこっち、ここで生きてないのよ俺。ここで生きてるから、だからそういう出会いっていうのがあるわけ。これを引き寄せっていうわけ、はい、エネルギーを理想の状態に上げて設定してるから、これ下げないのよ。ああ今月ダメだったら、じゃあダメだじゃない。一回ちゃんと理想の状態をもう一回見て、で誰のために生きていきたいかっていう他者貢献のエネルギーとつながって目標を設定していく、これが正しい目標設定なのよ。皆さんもまずは教員として自分の未来を描くんじゃなくて、本当は何したいのっていう理想、ここをまず描いてから、そっから他者貢献だから、ビジネスは他者貢献なんだよ、という流れで、まあ、1億にはどうやったら行ったらいいか、1億稼いでる動画編集会話で青さんだってさ、多分1億超えてるじゃん絶対、でどういうビジネスモデルでやってるのかな、それをモデリングするわけですよ、はい、あとだからドラゴン先生みたいにこうやって先生辞めて、もう偉そうにこうやってあの YouTube で稼ぎ方語られてるけど、俺はどういうビジネスモデルなのかって、より詳しく知りたい人なんかは、これ LINE 登録すれば分かるから、基本的に LINE にはね全部僕のやってることがねぎゅうぎゅうに詰めてあるので、そうやってドラゴン先生モデリングしたいなとか、ドラゴン先生から学んでみたいなっていう人なんかまずはね無料で学べるので、LINE で友達になっておいてほしいなと思っております、はい、さあここまで聞いてみてどうでしたか。今回僕の目標を立てていただいたんですけど、めっちゃテンション上がるんで、これぜひ見てる皆さんも、あの誰かにこの目標を設定一緒にやってもらったらめっちゃいいと思います。いいかもね、はい、これでもねちょっとあんまでかいこと言ってほしくないんだよね。これママためで教えてるすごい大事なコンテンツだからさいや確かにこれテンション上がりますね。だけどね、みんなこの目標が達成できないんです。なぜかっていうと、これだけじゃ足りないの。これだけでは目標達成できないんです。正しい目標設定の仕方はこれですけど、正しい目標達成の方法は教えてません。これ、ママためコーチング塾の方で教えてますので。なるほど、はい、ということでいいでしょ、いい感じでやっぱりうまいでしょ、知りたくなるでしょ、そうそう、ここからはねやっぱり有料になるかなと思うんですけど、まあ、本当に興味がある方は LINE から、あの無料で学べるものをあの用意してますので、ぜひ LINE 登録お願いします、はい、チャンネル登録の方もぜひねチャンネル見てもらって、あのたくさんの動画ちょっとね回遊してください、そうするといっぱいねもう無料で僕がヒントいっぱい出してるから、それだけでもね、すごく学べるものがあるかなと、思っていますし、ぜひねいいねボタン、高評価ボタン、あとねコメント欲しいですね、見てますって言って、こっそり見てる人多すぎ確かに、ね、だから本当に、ね、たくさんの人つながりたいと思ってますのでコメントお願いいたします、はい、ということでドラゴン先生教員のための進路指導室でした。一生教員でいいの。またねー。